アーキーズダイアリーをご覧の皆様、こんにちは、アーキーです。はい、ただいま砂浜にいます。反対側こんな感じで砂浜にやってきました。で、砂浜にいるということは、春のレジャーといったら潮干狩りで、今回なんですが、アサリも取れるスポットなんですけど、アサリを、まあ、狙うんですけど、本命はアサリではないんですよね。で、今回使う武器がこちら。なんていうのこれ、よくわからないけど、こういう掘るやつ、名前はわからないけど、で掘って、掘り始めると穴がポコ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 と出てくるので、そこにこの塩をね、こういう容器に入れてササササッとやると出てくるんですよ。まあ、そのうち正体表すと思うので、しばしお待ちを。熱中症予防で塩舐めとこ。ちょっぱ着きました。よし、やるぞ。よいしょ。海藻がいっぱい。こんにちは。バテ貝取れます？取れるのかな？ここ取れるよ。本当？うん。よし。簡単だよ。本当？一回ソース掘ると穴が出てくるから、はい、それをお塩入れれば出てくるから。よし。教える？教えてくれるんですか？いいよ。やった。おお、入れすぎだこれ。これで出てくるの？あ、出てきた。天才ですね。マテ貝の名人です。すごい。楽しい。入っちゃった。あ、でもここにいるよ。取れなかった。違うんですよ、これはね、こういう風に取るんですよ。素晴らしい、師匠。師匠とかそんなこと言わない。やば、開始1分出てくる。本当、ポコって、あ、ほら、出てくる。すごい。天才。しかもでかっ。握ってごらん、ここ。え、どこ？ここ、これ、これ、これ。あ、それゆっくり出して。抜きまーす。ほら。え、すげえ。2本も。いえ。ほら、これ握ってごらん。奥をこういうふうに握って。ここの奥をね。そうそうそう。貝があるでしょ。あ、あった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 。その貝をずゆっくりゆっくり。やばいやばい、入ってた入ってた。あ、入ってた。奥に入ってった。おいおい。もっと下を握って。もっと下を握るのね。そう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 、そっからゆっくり、ゆっくり、無理しない、潜ろうとするから。してるしてる、めっちゃ吸引力がすごい。来た来た来た、もう大丈夫、来た。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、来ました。師匠のおかげで、すごい嬉しい。ほら出た。あ、本当だ。もっと下、もっと下から押さえ、押さえて、来た。あ、やば、待って、逆らってる。きたー、じゃじゃん。もうできたからいいですね。もういいです、師匠。俺決めるよ。師匠、ありがとうございます。はい、この後ご恩は忘れません。ありがとうございます。やばくね、師匠が帰っていった。開始10分も経たないぐらいでこの量ですよ。やばくないですか。感動してる、感動。嬉しい。そんなに深く掘らなくていいそうで、掘ったら穴に、あ、出てきた。出てきた。もうプロです、私。マテ貝取りのプロです。で、逆らうから優しくね、優しく取ると、わら、出てきた、出てきた。やっぱ嬉しい、楽しすぎ。これいっぱい穴がここら辺にフリ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 とすると、この塩分濃度が急に高まったところにマテ貝が出てくると。きた、キャッチ。きた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 。めっちゃ出てきたよ、目の前。ここここ、きた。あ、待って、やば、ビビらせてしまった。だがしかし、また来た。え、でっか。取れた。アサリはまだ見当たんないね。ここめっちゃ荒い。絶対出てくるぞ。ここ出てくるから見ててね。ほら、来た。優しく。
ソフトに扱ってあげるから。あ、隣からも出てきた。ほら、ここね、ここよ。楽しい。こんなに楽しいことがあっていいのか。これをね、はい、綺麗な水のところに、はい、10分止めとくと、はい、あ、じゃあ入れといた方がいいですか。あら、アサリを。はい、アサリも取ってるらしい、師匠が。師匠、あざす。ちょっと師匠のとこ行ってこようか。師匠どこに。あ、こちらです。青い人が師匠です。おいでよと言われたので行ってきます。師匠めっちゃ水入ってる。師匠どこら辺がおすすめですか、アサリ。師匠なんて言ってるけど全然。ネギあそこにいるよ。こんにちは。大丈夫ですか、これ。こんな場所でアサリが取れるんですか。あのね、手でこうやってほら、熊の手みたいに。うん、熊の手みたいにずっと振ってほら、もっともっと振って。どこ、ここ、ここ、なんかあるでしょ。あ、なんかあった、あったよ。え、でかい。これは持って帰れるサイズですよね。そう、やった。ほら、ここ触ってごらん。師匠すごい、センサーがすごいですね。買い取り名人。あった、あるでしょ。あった、ありがとうございます。教えたから買えるから。ありがとうございました。バイバイ。見て見て見て、帰るって言ったのに居残りしてまで私に講習してくれました。そしたらアサリがゴロゴロ取れます。出会いに感謝ですね。あれ、私のなんかやってる。ちょっと待って、カラッツ。おい、お前たちやめろ。おい、お前たちアサって、おい、ふざけんじゃねえよ。人のバッグアサリやがって。ボロボロにされたんだけど。おい、人の保冷バッグあさりやがって。お前たち何も食べ物なかったでしょ。やめて、なんか入ってるやつわかんのかな。やめて、もう。まったく、おい、いなくなった瞬間に、おい、貴様たち、いなくなった瞬間にあさるとは何事じゃ。やめろよ、ピョン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 しやがって。何も食べ物とか入れてない保冷バッグあさってボロボロにしてた。最悪。見て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 、また狙ってる。私が離れた瞬間ほら、つつきやがってる。食べ物じゃないぞそれ。食べ物入ってないし、人のバッグのもんじゃねえよ。倒しに行ってくるわ。もう諦めただろ。よし、これで集中して潮干狩りできるぜ。おい、やめてくれ。それ私のだ。やめて、もう。まったく、こいつさっきから私のこと狙ってる。めっちゃ、めっちゃ後ろにいる。めっちゃ狙われてる。ありがとう、マテガイ。おつまみいっぱいだよ。じゃーん、2時間でこの量が取れました。まあ、アサリはね、ちっちゃいのは結構あったんだけど、はリリースということで、数少ないんだけどアサリも少しは収穫できました。今日の本命はマテガイだったので、マテガイが収穫できたということで、よし帰ろう。最高のおつまみ。はい、帰宅しました。で、これからおつまみを作っていきたいと思います。今回作る料理がマテガイのガーリックソテーと焼き焼き、そのまま焼き焼き火で焼いて食べるっていう感じだね。で、ガーリックソテーの中にアサリも入れちゃう。こんな感じでやっていきます。よし、マテガイって砂を噛まないので砂抜きは不要ということで、そのまま洗ってすぐ使えちゃうっていう優秀な貝ですね。味はね、アサリに似てて癖がない、美味しい貝って楽しみ。さあ楽しみ。ニンニク、スタミナ食材ですね。
で、これを細かく刻んで、みじん切りでいいかな。これだけでめっちゃいいもん。なんか出来上がっちゃうよ、このニンニクを刻んでる匂いだけで美味しいが出来上がっちゃう。でかくない？タプってなっちゃってる。バターはね、もう中途半端バターみたいな感じなんだけど、これを使っていきます。いや、先にさ、オリーブオイルで炒めよう。やっぱり油、あ、どっかに飛んでった今。なにこれ。とりあえずオリーブオイルで炒めます。先にね、マッテ貝投入、あさりも投入、イエーイイエーイ。初マテ貝なんだよ。しかもあさりも取れたから、あさりと食べ比べもできちゃうっていう。めっちゃ美味しそう。うわー、お疲れ様でした。いただきます。乾杯。開いてた。ちょっとある程度開いたらお酒を入れて蓋をして待ちます。うわ、香りだけでもう満腹になりそう。そんなことはないんだけど。よし、だいぶ水分が抜けたのでバターを入れます。焼き焼きはまだ、もうちょっと焼きたいので先にマテ貝のガーリック炒めからいただきます。じゃじゃーん。うーん、ま、めちゃくちゃ美味しいんだけど。確かにアサリに似てるわ。すごい、めっちゃ美味しい。マジで最高のつまみなんだけど。やばい。うまっ。アサリも食べてみるね。うん、アサリは安定に美味しいけど、マテ貝の方が味が濃い気がする。めっちゃ美味しいんだけど。うん、焼き焼きもいい感じ。家の中の匂いが美味しいで溢れてる。マテ貝の焼き焼きです。出来たてほやほや、いただきます。最高。やばい、感動するレベル。うまっ。ないです、あなたが食べるものはないです。砂抜き不要っていうのがね、ありがたいですよね。あとはゆっくり食べていきたいと思います。今回ね、初めてのマテ貝取りということで、マテ貝取れるか不安だったんだけど、師匠に出会って1分でもう何本も何本もピョン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 と出てきてくれて、あのピョって出てくる瞬間がもう快感すぎて、私はもうハマってしまいました。マテ貝より最高の結果でございます。無料でこんだけ美味しい天然の貝を取れたということで、こんな感じで今回はおしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。